こんにちは、りょうです、えー。今日はね、格安シムの追加解説について、えー、やっていきたいと思います。格安シムでね、変えた方が得ってことをずっと言ってきたんですけどね、いろいろ質問が出たんで、えー、格安シムに変えるだけで、月々の固定費が5000円から7000円ぐらいね、大手キャリアからね、変えるだけで安くなるよっていう話をずっとしてきたんですけど、まあそうやって言っていくとね、いくつか質問とか意見とか結構もらったんでね、あのー、回答していきたいなと思ってます。 えー、解約の医薬金がかかるとかね、機種代金が残ってるからどうしたらいいかとか、4年縛りはどうかとか、すぐ変えた方がいいんですかとか、えー、格安シムって速度が遅くなるんじゃないんですかとか、えー、電話をたくさんする人なら損だよねとか、ね、通信量の制限があるとか、まあ、こうやってね、大手3キャリア、ドコモとかソフトバンク、au のメアドが使えなくなるとかね、大手会社ずっと使ってますとか、まあ、いろんな意見もらったんですけど、まあ、それについて解説していきたいと思います。えー、これがね、Q&A ということで、えー、回答してるんですけど、 えまず解約の違約金がかかるってことについてですよね。これまあよく言われるんですけど、だいたい2年縛りで1万円ね、かかるんですよね。えー、特定のまあ2ヶ月ですかね、あのー、以外で解約すると、えー、違約金として1万円ぐらいだいたいかかると。まあ、これについての回答なんですけど、えー、違約金がかからない月、だから、来月か再来月に解約したら、違約金がかからないっていう状態じゃないんだったら、もうさっさと解約した方がいいですね。 これはまあ数字で計算してもらったらわかるんですけど、格安市務に変えるだけでだいたい月々5000円ぐらいはまあ得するんですよね。人によったらまあ7000円とか得する人もいると思うんですけど、えー、この場合ね、2ヶ月で要は1万円得するわけですよね。毎月5000円得するんだったら2ヶ月で1万円得するんだから、えー、さっさとね、格安市務に移行した方が得ですよね。だから4ヶ月後が違約金がかからないんで、4ヶ月後にしますって言ってる人は損してるんですよ。4ヶ月でね、だって2万円損してるわけですよね。なんだったら早く、 買えた方が得なんですよねなんでまあほとんどの人が早く変えた方がいいと思いますねで。それから機種代金が残ってるっていうね、ここですね、大手キャリアがいろんなこうややこしいことしてくるのね。まあ10万円の iPhone とか、例えば契約、大手3キャリアで契約してる人とかだったら、えー、10万円の iPhone なんだけど、まあ5万円ね、残債が残ってると、ローンが残ってるってことですよね。 で、ま、あ医薬金1万円とか、まあ、マルチナンバーポータビリティとか合わせてね、6、7万ぐらい要はかかっちゃうと。格安シムに移行させようとするとね。そうすると損するんじゃないかってここですね。結構ややこしいところね。あの、よくわからなくなる。えー、要は、後払いか先払いかの違いだけなんですよね。あの、もう一回確認なんですけど、毎月の携帯代ってね、どういう内訳になってるかっていうと、まあ、こういうことですよね。大きくは、データの通信費と、まあ、通話料金、ね。それから、プラス、 ローンがある人なんだったら、あの、機種代ですよね。機種をまあ、ローンで分割で払ってる人ですね。iPhone とか、まあ、Android とか、いろいろあるんですけど、この、え、大手3キャリアで、え、分割で払ってる、要はローンがある人っていうんだったら、これは機種代ですよね。払っていかないといけない。今ちょっとここの話ね、このデータ通信と通話料金のことはちょっと置いといて、この機種代のことについて話をしたいんですけど、大手3キャリアでスマホをね、買いましたと、買った場合、え、スマホ代10万円するとしてね、 スマホ代10万円を2年かけて支払ってるんですよね。分割で毎月4、5千円ぐらいをね。まあ分割で支払うと。これはどういう状態かって言ったら10万円のローンを組んでる状態なんですよ。要は借金をしてる状態なんだと。なんか携帯とかだったら、なんかあんま借金じゃないイメージだったりとか、まあキャリアがなんか一部負担してくれてるっていうのもあって、なんかあんまり借金とかローンのイメージがない人がいるんですけど、これは もうあれですよ。10万円のスマホを2年かけてロ,あのローンを組んで買ったんだから、要は借金をしてるんですよ、これはね。なんで、大手キャリアでスマホ買った場合はそうなると。で、格安シム、ね、の方で買った場合っていうのは、まあ、アップルとかで買った場合とかですね。えー、本体をアップルとかで買った場合っていうのはどうなるかっていうと、これはスマホ代10万円をまあ一括で支払うわけですよね、基本的にはね。そうなると、毎月の支払いはないですよね。結局、借金がない状態なんで、別にこの機種代毎月支払わないですよね。 要は、一括で支払うのか、分割で支払うのかってことですよね。この違いはまあ分かると思うんですけど、で、ややこしいのが、じゃあ大手キャリアから格安シムに乗り換える場合どうなるのかって、ここがみんな分からないわけですよね。大手キャリアが乗り換えられたくないから、いろんなことをこうやってくる、えー、とこですね、えー。スマホの残った残債をね、一括で支払うことになるんですよね。さっきだったらまあ、 えー、2年間かけて10万円を支払ってたわけですけど、例えば5万円とか残債が残ってるんだったら、その5万円を一括で支払うことになるんですよね。まあ、あの、機種代だけ毎月分割で来る場合とかも、ま、いろいろいくつかあるみたいですけど、まあ、基本的には一括で支払うことになると。で、えー、このスマホの機種代金というものにおいては、損も得もないですよ。 え、乗せ替えたところで、なんか乗せ替えて損する気になるのは、一括で残りを払わないといけないから、損したような気分になるだけなんですね。要は一括で支払うから、支払うお金が大きくなっちゃうでしょ あの5万円とかね。今までだったら分割で払えてたのが、一気に大きなお金を支払わないといけなくなるから、損したような気分になるだけなんですね。だから結局、先に払うか、後に払うかっていう話であって、もう3キャリアで契約した場合、借金を背負ってるのと、ねまあ、金額は小さいですけど、えー、借金がある状態と別に何も変わらないで、結局、どこかで払わないといけないんですよね。なんで別に損も得もしてないですよ。なんか損したみたいなね、あのー、言い方をこう、3キャリアしてきたりしますけどね。で 一部の大手キャリアはじゃあ負担してくれてるじゃないかと。機種代金こういうプランで入ったら一部負担してくれてるよっていう人とかもいるんですけど、えー、まあこういうことですね。例えば10万円のうち3万円を負担してあげますよみたいなね。あの、うちでずっと契約してくれてこのプランに入ってくれた場合みたいな。あなたの支払いは機種代金10万円のうち3万円を、えー、うちの会社が負担してあげますよと。あなたの支払いは10万円のうち7万円でいいですよみたいなね。まあ半額の場合とかいろいろあるんですけど、例ですけどね。で、ただし、解約、途中で解約したら、 え3万円も請求しますよと、ね。うちが負担してた分も含めて、えー、2年以内とか、ま、なんかね、解約したら、まあ、この3万円分も請求しますよっていうことなんですけど、ね、こうされるから解約しづらいわけですよね、みんな。で、これについてどういうことかっていうと、えー、2年間とかね、2年間で3万円得するために、毎月5000円、つまり年間6万円損してるんですよ。 2年間で3万円ですよ。これまあ一例ですけどね。まあ1年に直したら1万5千円ですね。1年間で1万5千円得するために、えー、1年間で6万円損してるっていうことなんですよ。だから負担が結論から言うと負担が大きいように思うけど、その大きな負担も払って乗り換えた方がほとんどの場合得なんですよね。一括の支払いっていうのは確かにしんどいですけどね。しんどいけど、毎月の生活が楽になるんですよ。もうスマホを買った段階でキャリアでね。 あの、すでにローンを組んでたってことですよ。iPhone とかだったら、まあ、10万ぐらいとか、まあ、するわけですよね。だからもう、それは借金をしてたっていうことなんで、最初にもう借金をしちゃってるんで、もう、童話がいてもどこかで返さないといけないんですよね。ずーっとこの大手のキャリアで契約し続けるっていうのは、借金をずーっと先延ばしにしてるだけの話なんですよね。2年ごとに乗り換えたらお得とか言ってますけど、新しい、こう、ローン組んでるだけですからね。新しい、あの、10万円の機種買い換えるのにね。まあ、だいたい2年とか経ってきたら、みんなね、 あの古くなってくるんで交換したくなるじゃないですか。まあそういうのとかで新しいローンを組んでるだけと。それから、まあ最近出てるので4年縛りっていうやつがあるんですよね。これどうなんですかっていう質問とかももらったんですけど、スマホ代金を48回、えー、4年かけて支払うと。ね、で、3年目からあの使ってたスマホ、もし乗り換えたい場合ねあの、3年目から乗り換えれるんだけど、3年目から乗り換えたい場合、使ってたスマホ、主に iPhone なんですけど、使ってたスマホを キャリアに返却すするのが条件なんですよね。そうするとキャリアが半額負担してくれるとまあ10万円の iPhone を買ってもし乗せ替えたい場合この iPhone をキャリアに返したり今自分が持ってるキャリアを返したら新しい、ね、iPhone 買う時とか、まあ、要は半額負担してくれるんですよねでこれについての回答なんですけどこれはね全く意味がないですねあのミソは、えー、スマホを返却するっていうところですね iPhone ってね、リセールがいいんですよ。要は売り値がいいと。2年経っても半額ぐらいで売れるんですよね。っていうことはどういうことかっていうと、別に間接的に自分で負担してるのと一緒なんですよね。別に半額キャリアに負担してもらわなくてもね、自分で売ればいいんでね、自分のものだったら。だから、得したように見えね。4年プランってね、得したように見えるけど、まあ、すごくね、大手がやる、あの、あざと多い商売の仕方ですよね。まあ、ちょっと計算したらわかることなんですけどね。 で、あと、格安シムだと壊れた時怖いっていう人もいるんですけど、壊れた時に損じゃないかみたいなね、保証してくれないとか言って。まあ、これについての回答なんですけど、これはね、大手キャリアでも別に一緒ですよ。あの、大手だと安心保証パックとかなんかついてるじゃないですか。月額600円とか1000円とかも払うだけでね。でも、iPhone とか高い機種は非対ようですよ、これ。あの、高いから。だって月額600円とか払われて、 キャリアの立場に立ったらね、月額600円とか1000円とか払ってもらうだけで iPhone 壊れたって言ってね、サポートつけてたら全然割に合わないんで、あの iPhone とかしたいようですよ。で、結構知らずに入ってる人とかもいますけどね。あの、それ以外の機種でも、あの、Android とかね、安い機種でも月額600円とか払うだけでね、あの安心保証パックついてるって言いますけど、2年で1万5000円払うわけですよね。月々の600円ってもう全然馬鹿にできないですよ。 2年で1万5000円払うわけなんで安い機種だったら買えますよね。2年でまあ完全に落として壊れてしまう確率とかとね考えても結局これでなかなか得することっていうのはね、えー、なかなか難しいと。で格安 SIM の場合であっても、えー、iPhone だったら別にね AppleCare とかあの有料で入れるんで Apple で買った場合とかね全然こっち入ってもいいし Android だったら別に普通に買い替えたらいいかなと思うんですよね。 あの毎月、こう、格安シムに変えた分で6000円とか5000円とか浮くんだったら、その分で買い換えれるんでね。別に、その、わざわざ600円とか700円とか払って、あの、付けなくてもね。まあ、そういうのは、あの、買う会社によっては全然ついてたりもするんで、それでもいいと思いますけど、わざわざ、あの、大手キャリアで、何々プラン、安心プランみたいなのを付けても、全然得はないかなと思うんですよね。で 得なのは分かったと。こういう人も結構いたんですけどね。得なのは分かったんだけど、一括支払いするお金が用意できませんと。6万円とか7万円とかね、あのとても用意ができませんっていう人とかもね、まあいるんですけど、えー、これについての回答なんですけど、これはね、これこそ、親とかから借りてでも早くあの会社乗せ替えた方が得ですよ。あの、ね、毎月5000円得するんだったら、毎月5000円返していけるじゃないですか。6万円親に借りても1年でね。 返せるわけですよねもちろんいろんな状況とかね、事情があるんでそうできないっていう人もいると思うんですけど、計算上の話ですけど、カードローン使っても計算上は得なんですよ。あの、10万円ね、あの、カードローンとか金利が高いから絶対ダメだよって言ってるんですけど、えー、10万円ね、カードローンでもしも借りても、まあ、金利10%ぐらいなんですけど、まあ、めちゃくちゃ高いんですけどね、この金利10%ってね。えー、まあ、要は10万円借りたら年間1万円払うわけですよ、利息だけで。これすごい高いんですよ。普通は借りたらダメなんですよ。で、 えー、10万円カードで借りたら金利で、えー、10%年間1万円払うと金利をねでも格安シムにこのお金を使って乗り換えたら年間6万円得するんですよねだから差し引き5万円得すると1年間で1万円金利払うかもしれないけどカードローンだったら格安シムに乗り換えることで6万円得するんだから差し引き5万円得でしょうとねだからそうやったとしても、えー、カードローン使ったとしても格安シムに乗り換えた方がまあ得ですよと ねまあ、カードローンの借りすぎとかね浪費とかには注意してくださいねこの浮いた分っていうので、あのー、使っちゃったりとかしたらあの地獄のカードローンが始まってしまうんで、まあ、これはちゃんとコントロールできる人じゃないと、まあ、あんまりおすすめはできないですけど、まあ、願わくばね、まあ、親とかちょっと身内とかね、まあ、そういう人にちょっと借りとか、まあ、ちょっと頑張って貯金とかからちょっと頑張って払うとか損したような気分になるかもしれないけど頑張ったら一瞬頑張ったらあとあとずっと楽になりますよってことですね。 ね、それから速度が遅くなるんじゃないかってね混雑時とか12時とか13時とかに遅くなるっていうことなんですけどあの確かにねそれはあるんですよカカシムの場合ちょっと遅くなったりとか時間帯とかあるんですけどあの普通の日常使いの人が生活に支障が出るほどじゃないですよあの特にネットサーフィンネ,ネット見たりとかね、まあ、LINE とか SNS やるぐらいで困ることっていうのはそんなにというかまあほぼないんじゃないかなと、まあ、僕自身も IT 系の会社とかねこっち系でまああの 知識とか多少あるんですけど、その特に全く困ってないですしね、仕事で使う意味でも。で、比較的速度が速いっていう格安チームの会社とかもあるんですよね。まあ一応 UQ モバイルが他社よりちょっと割高なんですけど、まあ速度の意味では結構比較的安定してるみたいですね。で、まあ速度比較サービスっていうのもあるんで、まあその辺を参考にしてみてもらってもいいんじゃないかなと思います。まあこうやってね、直近24時間のね速度の一覧とかも出てるんで、まああんまりにも遅いところはちょっとね、 あのしんどいかもしれないですけど、まあたい通信速度ってイメージわかないと思いますけど、うんまあたい、まあ、2、3メガとか出てた、二三メガ BPS ぐらい出てたらねうん、まあ普通の日常使いでそんなに多分わからないレベルだと思いますね。ね、えー、それから電話をたくさんすると損なんでしょっていう、えー、質問も来たんですけど、大手は通話が無制限ですよね。で、格安 SIM は30秒20円かかると。これについての回答なんですけど、 えー、10分未満の通話だったらね、電話かけ放題オプションっていうのを格安 SIM で付ければ OK ですねあの。1000円ぐらいつけただけで、あの10分未満の通話がもう電話、まあ、無料というかかけ放題になるんで、これをつけた方が安いと。えー、で、月間2時間未満の電話だったら格安 SIM が得なんですよね。まあ長電話の意味の2時間ね。で、 実際、長電話するかなと思うんですけどね、実際長電話しますみたいなねあの、ほとんどの通話が10分以内だと思うんですよね。で、長電話したいっていうので、LINE 通話は無料ですよあの。長電話する人って大体家族とか、まあ、恋人とか友達とか、まあ、その辺じゃないですか、ねあの。嫌いな取引先とそんな2時間も3時間も話さないと思うんで。<laughs> その場合はね、LINE 通話は無料なんでね、データ通信なんでね。あの友達とか家族と長電話したいんだったら LINE で話せばいいと。 でまあ、だから一部営業の人とかね、電話をどうしても電話をたくさんかけないといけないという人以外はほとんどが得するんですよね。で、まあ仕事で使う人だったら、大体会社から携帯与えられてるってことも多いと思うんでね。で、ねえー、通信料の制限があるんじゃないんですかってことなんですけど、えー、たくさん動画を見たり通信料を使うと、えー。これについての回答なんですけど、大手でも通信料制限っていうのがね、あるんで、えー、格安シムでそれだったら大容量のプランを契約した方が安いですよと。で、月末に足りないんだったら別に買い足せばいいんで、この通話。えー このの通通信のね通信ねを買いいい足せばいいんででまあ、えー、分からない人はここ飛ばしておいてもらってもいいんですけどまあ家でねいる時間っていうのが長い人なんだったら格安 SIM プラス光回線とかね、まあ、ポケット w i f i でもいいですけど光回線とかで w i f i で飛ばせばあのー、快適に安く済むんでねでまあよくわからないっていう人なんだったらもう格安 SIM のまあ7ギガプランぐらいでね契約して様子を見るっていうのはいいんじゃないかなと思います。大,体大手が7ギガ基本になってるんで 自分の使ってる容量、あの通信量っていうのをね、毎月確認できるんで、それを見ながら、あ,あそんなに私3ギガしか毎月使わないんだなとか思うんだったらえ、プランを下げるとか、10ギガ使うんだったらもうちょっと上げるとかね、まあ、それは実際使ってみないと、どのぐらい使ってるか正確に計測できないんで、 まあ、試しにやってみたらいいんじゃないかなと思います。あと、大手キャリアをずっと使ってましていう人とかもね、結構いるんですよね。もう10年以上使ってるんです、みたいな。もう全然あの質問になってないみたいなね。<laughs> あの、10年以上損してたと思った方がいいですよ。10年以上使ってるから、まあ、愛着枠って書いて、まあ、わからないこともないですけど、ね、感情論じゃなくて数字で損か得か考えてほしいなと。今はね、そういう感情論の話をしてるんじゃないんで、 あの別に生活困った時にね、キャリア助けてくれるわけじゃないですよね。10年以上あなたのとこ使ってたんですってね、ちょっと支払い苦しいんですって言ってもすぐ止められますからね <laughs>。で、えー、サンキャリアのね、ドコモとかソフトバンク、au のメアドが使えなくなっちゃうという人もまあいるんですけど、えー、たくさんいろんなお得情報に登録してるよとかね。 えー、これについての回答は、まあ、面倒でもね、一回やるだけで毎月どずっと得するんですよね。何も一回最初だけ頑張るだけで、あとずっと何も意識しなくても得すると、こういうことをやっぱりあのやっていった方がいいんですよねあの。お得なキャンペーン情報を受信してるよりも、毎月5000円増える方がいいじゃないですか。ね、5000円毎月給料上げようと思ったら大変なわけですよ。働きに行くにしてもね。ね 不要なものを整理するいい機会だと思ってねメール使えないって言っても Gmail とかいろんなあの他のメアドって使えるんでね全然それで困ることないんじゃないかなとあの小さい損得とかね手間にとらわれて大きな損するっていうのはすごいもったいないことですよっていうのがまあ伝えたいことですねで全てにおいての回答なんですけど全般ね 全般、あの、基本ね、早く解約して、早く乗せ替えた方が得になるってことがもうほとんどですよ。あの、大手の3キャリアのままでね、もう機種代うんとかで得することっていうのはほぼないんで、まあ、あーだこうだいろんなこと言ってきたりとか、いろんな情報も出回ってますけど、あの、ほぼほぼす、あの、格安 SIM に帰ることはほとんどの人得するんで、えー、じゃあ損する人って何なのかってことなんですけどね。あの、格安 SIM に損する。 SIM に乗せ替えることで損する人ってどういう人かっていうと、まあ、要は電話がめっちゃ多い人ですね。普通の電話がめちゃくちゃ多い人。あの、着信じゃないですよ。発信ですよ。自分からかける方ね。月間2時間以上とか3時間のもっとって、仕事で電話するっていう人以外は、まあ、ほとんどね、あの、意味がないというか、あの、あまり大手使ってるメリットはそんなにないですよね。で、5分から10分以内の通話が多いとかね、ちょっとした用事の電話が多いとかいうだけなんだったら、電話のかけ放題オプションとかね。 あの格安 sim でつければ、千円弱でつけれるんでね。で、あの、実際、あの解約にしても、じゃあ、二ヶ月後だから、二ヶ月後のタイミングでやりますとか、いろいろ考えてやる人とかも、まあ、いるんですけど、あの、確かに数千円損得ね、まあ。 来月とかが、まあ、解約月だったら、来月とかしたら得とか、まあ、確かにあるんですけど、そこは、まあ、あんま気にするとこじゃないかなと思ってて、まあ、確かに数千円損とかあるかもしれないですけど、単発の支払いでしょ。で、金額もさほど大きくないんで、数千円って、まあ、確かに大きいといえば大きいんですけど、そこに考える時間とかね、休み合わせる時間とか、 まあその来月とか再来月、あやろうと思ってたのに忘れちゃったとか、ついつい仕事忙しくって、なかなか行けなかったとかになったら結局損しちゃうんで、ここはね、大きなところなんで、早くやるっていう方が大事なんですよね。多少の目先の多少損得あの考えずにね。だけにとらわれずにね。普段結構僕話する中で、ちゃんと理解して、自分で考えてからやろうってうまあ言うんですけどね、最後は自己責任ですよっていうのをよく言うんですけど、この格安シ部だけは、 あのまあ、分からない、まあ、分かりにくく作られてるんで別にこう料金プランを理解しようとしなくても分からないっていうんだったら一、まあ、回とりあえず行動をまずはやってみてもいいっていうやりながら覚えるっていうのでもまあいい場所なんじゃないかなとは思うんですよね別にそんなね大きなリスク背負うわけじゃないんでねなんでまあ試しにやってみるっていうのは、えー、いいと思いますねで伝えたいこととしてはいろいろ話してきたんですけど、えー、もっと伝えたいことね固定費を下げる方が給料を上げるより簡単なんですよね 給料所得者、まあサラリーマンの場合ね、OL さんとかサラリーマンの場合、あの5000円手にするためには、給料の場合ね、7000円ぐらい稼がないといけないんですよ。これ意味わかりますかね ?5000 円手元に手にするには7000円ぐらい稼がないといけないんですよ。なんでかっていうと、えー、これはね、税金がかかるからですよね。あまあずっと話している源泉徴収ね。まあもちろん人にもよるんですけど、大体の人が、大体2、3割ぐらい税金かかるんですよ。ね。 ということは、5000円手にしようと思ったら、まあ、7000円稼ぐと、2、3割税金引かれると、結局それで5000円なんですね。だから、5000円手にするためには、7000円ぐらい稼がないといけないと。で、7000円、人によっては1日分の給料ですよね。1日分の給料ですよ。大きいですよね。だから、5000円給料が上がるよりも、5000円固定費下げた方が効果が高いんですよね。ここね、結構大事なとこなんですよ。あの、お金に困る人ほどね、やっぱ固定費をバカにするっていう傾向があるんですよね。まあ、軽視する。 ですよね、月々の5000円ってね、すごい大きいんですよ。月々そんなんで5000円、ケチくさいとかっていう人もたまにいるんですよ。いるんですけど、年間6万円ですよ。そういう人に限ってお金困ってたりするんでね。あの1回の6万円って、1回6万円払ってくださいって言ったらみんな大きいお金だと思うじゃないですか。結構言うんですよね。6万円何かにこれ払ってください。高いなって思うと思うんですよ。食費に6万円とか、まあ、買い物に6万円とか、ちょっとお金使ったなっていう感覚あると思うんですけど。 月々の5000円でも一緒なんですよ。しかもこれ1年間で6万円なだけで毎年毎月ずーっとになるんで6万円どころじゃないんですよね、実は。なのに、月々の5000円を気にしないっていうね。年間6万円あったら、ちょっとした旅行行ったり、質のいい食事取れたりとか、趣味の時間とかお買い物とかね、まあ、できるじゃないですか。なんかお金持ちほど結構固定費に敏感なんですよ。こう,う無駄な固定費。使うとこには使いますけどね。で え固定費ね、確保支出を下げることも収入を増やすってことも同じだと。どうしてもこれね、5000円収入が増えることも5000円支出が下がることもお金の意味では一緒の意味のはずなのになぜか知らないけど出ていく方にはこう無頓着な人が多いんですよね。この図のこんな状態ですね。必死でこう水を貯めると。一生懸命水を貯めに来るっていう人多いんですけどこう消費のここの,この浪費というかね、流れ出てる方を抑えないと一生懸命ここに水を貯めようとしても しんどいだけでなかなかたまらないと。これ図で見たらね、わかるんですけど、必死で水をためるより、まずやっぱり穴を塞ぐっていうところからやってほしいなと。で、意識的に下げる節約ってしんどいんですよね。あの、食費を削る、電気を消すとか、好きなことを我慢するとかね。これってやっぱしんどいんですよ。あの心が寂しくなってしまうっていうかね。確かに食費削って、毎日ね、何円以内で過ごさないといけないってやったら、まあたま、多少たまるんでしょうけど、 すごい心寂しくなっちゃうじゃないですか。電気を消すって言ってもね、一生懸命電気消しても月々ああの下げれる分って知れてるんでね、一生懸命電気こまめに電気ついてるって言ってね、怒ってる奥さんとかもね、あの実は格安シムに変える方が、待って変える方があ何も意識しなくても効果が大きいんですよね。好きなこと我慢したりとかっていうのもしんどいですよね。だから別に格安シムに変えたところで生活水準何も落ちないですからね。だから意識しなくてもたまる仕組みを作るっていうのが大事だと。で めんどくさくなって考えなくなると搾取されるんですよね。あの、携帯の料金プランとか、複雑な料金プランとか、複雑だと思いません。だって、とてもシンプルじゃないし、分かりにくいですよね。あの、なんだったらショップの店員さんもいまいち理解しないときとかありますからね。複雑な料金プランなんですよ、結局ね。どういうことかっていう不親切な乗り換え方法をね、格安してもに変えようと思ってもねあの、分かりにくいとこに手続き方法あったりとかするんですよ、こう、ホームページとか見たりとか。 ね、なかなかこう番号もらおうと思ってもなかなか電話つながらなかったりとか実際僕の友達の事例でもあのもらう番号とかショップ行っても何回聞いてもらってもその番号違うかったりとかありましたからねすごいわかりにくいんですよねあの格安チームに限らずね考えることでやめたりあの思考停止になるとやっぱ搾取されるんですよねだからこういうところからちょっとしんどいけどねなんかこう考える癖というかまあそういうのをつけていってほしいなと お金っていうのはあの時間ね命を削って稼いでるんだよとあの生活水準を落とさずに固定費を削ったってことは時間を勝ったねまあ勝ったというか、まあ、命を削らずに済んだってことですね、まあ、時間は命そのものなんであの稼ぐっていうのも大事ですけど命を削って稼いだお金なんだからやっぱりねそこを大事にしてほしいですねあので家とか車とか保険とかねスマホ携帯とかねこういう大きな支出ね これは大きな支出から見直すのがすごく大事だと。稼ぐ前のまあ準備として、まずはやっぱり稼ぐっていうのも大事なんだけど、やっぱり支出見直すっていうのはすごく大事なんですよね。なんで、稼ぐ前の準備として、まずは固定費っていうところ、支出っていうところに敏感になっていきましょうと。ここの基礎ができてないとなかなかね、たまらないんですよね。何をするにもやっぱ貯めるのが大事なんで、まずはね。なんで、稼いだとしてもやっぱり大きく失っちゃうんでね、ここはもう最低限のまあ準備というかね、まあ、準備体操みたいなもんですね。なんで、 えー、ここをまずはね、しっかりできるようになってほしいなと思います。ということで、えー、今日は終わりたいと思います、えー。いいなと思ったらね、また高評価とかコメントとかね、人に教えてもらえたら嬉しいなと思います。えー、今後も一緒に学んでいきましょう。今日もありがとうございました。